こんにちは、荻上チキです。いつもですね、フリートークでいろいろな概念とかテーマに沿って喋ったりするんですけれども、今日は感情の整理を助けてくれるアイテムをちょっと紹介してみたいと思うんですね。で、例えば感情カードとか言語カードとか、そういった風に呼ばれるアイテムがあります。それは特にその発達障害とかがあるお子さんを持っている方であれば、何度も聞いたことのある方多いと思うんですけれども、なかなか自分の気持ちをうまく伝えられない、あるいはコミュニケーションがなかなかうまくいかない、そうしたような関係性の中で、その感情カードというものを使ってコミュニケーションを円滑に進めていくということが行われたりするんです。で、僕が最近手に入れた感情カードの一つが、この気持ちのリテラシーという本に紹介されている付録だったんですね。これは様々な感情というものを上手に表現できない人に向けた、自分の感情をこうやって整理したり、こういうふうにつかむことができるんだよということを紹介しているものなんですけども、その中にですね、こういった感情のカードが付録で付いているんです。このカードもですね、非常にシンプルなんだけれども、使い勝手がいいものだったりするので、僕もちょっと最近プライベートでいろんな人の話を整理する際に使ったりしています。ちょっと試しにやってみましょうか。はい。というわけで、ここからは、インターンのヨシピーにも手伝ってもらいます。よろしくお願いします。お願いします。はい。この感情カードはいろんな感情が書かれています。悲しいとかですね、楽しいとか、怒りとか、不安とか、いろんな感情が書かれているんですけど、この感情カードを自由に使ってコミュニケーションを豊かにしてくださいというものなんですね。使い方は決まっているわけではないんですが、例えば使い方の一つ、他己紹介と自己開示に使っていきたいと思うんですね。例えばこれをシャッフルして、半分渡します。で、半分持ってます。で、初めましての関係性がいてワークショップをする際に、それぞれが、グループで自己紹介をし合う。で、その自己紹介をしたことを受けて、その相手を周りに紹介するというのを使うんですね。例えば、ヨシピーから紹介を受けた。ヨシピーから自分のことを説明を受けた。そのことを僕が周りの人に説明をする。僕がヨシピーに説明をした。そのことをヨシピーがチキさんはこんな人だよっていうことを説明する。それを、プロフィールとか、あるいはどんな仕事をしてきたかっていうような、そうしたような他己紹介の場で使うというよりは、ある意味では自己開示。どんな悩みを乗り越えたり、どんな葛藤を抱いたりしてる人なのかっていうことを紹介し合うような場所なんですね。で、僕なりの使い方は、パッと出して、カードパッて出した時に、もう自動思考。パッと浮かんだものをエピソードして相手に伝える。そうしたことを交互に繰り返すことによって、ある種の本音というものをこう引き出していく。というようなことが、できるものです。例えばちょっとやってみましょうか。僕からいきますね。そうですね。最近3月までに締め切りが7つぐらいできてしまいまして、ちょっとそれのことを考えると、先々大変そうだなって思いますね。はい。なるほど。ヨシピーは。ヨシピーのは、楽しい。そうですね。今、この場に YouTube に出ていることが楽しいって感じてます。はい。本当です。で、もう一個。恐れ。そうですね。さっきのと重なるんですけど、僕が恐れるのは、やっぱり人前に出る仕事なので、過剰に叩かれるのではないかとか、自分が何かを間違えて発信してしまうんじゃないかっていうことは、常に恐れてますね。ヨシピーは？はい。ヨシピーのは、緊張するです。人前で話すときとか、あとは初めての人と話すときとか、結構ドキドキして緊張してしまうときが多いです。はい。今も緊張してる。今も、はい。楽しみながら緊張もしてます。はい。ということをこう話しながら、例えば他己紹介に使う。ヨシピーは今日はとても緊張しています。でも、こういった場所に来ることがとても楽しいと思っています。っていうような格好で紹介すると、なるほど、そういった人なんだねっていうことが分かっている。あるいはこうしたカードというもの、他己紹介だけじゃなくて、例えば友人とか、あるいは、ある種の友達同士とや身近な人とのセッション、カウンセリング。あるいはそのカップルなどが家に帰ってきて、同棲してる人とかですね。その日一日どんなことがあったのかっていうことを説明するときに、カードに沿って説明をしていく。で、例えば、片方が全てのカードを持って、今日僕は一日どんな日だったのかということを、家族やパートナー、あるいはカウンセラーに説明していく。今日一番緊張したのはこういったことでした。今日、起こったのは、こんな嫌なことがありました。電車の中でこんな人を見かけました。こんな嫌なことがありました。ノーっていうふうに言いたかったけど、それが言えなかったです。みたいに、そういった自分の感情の整理の、いろいろ話したいこと。やっぱり、話したいこと山ほどあるけど、時間がないって人に実は向いていて、一個についてエピソード30秒ずつでポンポンやっていくと、だいたい10分ぐらいで、その2人ぐらいだったら、その日あった1日をシェアすることができるんですね。
単にエピソードをシェアするだけじゃなくて、感情をシェアすることができる。その感情を話されているときは否定をしない。この感情カードに加えて、実は、アライカードというのがあるのが、アライカード。はい、ユニークなんですけど、アライっていうのは味方だよっていう意味ですよね。で、相手の話してくれたエピソードの中で、特にシンパシーを抱いたりしたものとか、わかるよって言って、自分が今度話したいよ、そのエピソードっていうことがあれば、こういったカードで引き取ることもできるわけですね。まあ、というような感情カードを使って、日常のコミュニケーションをちょっと豊かにしてみる。このカードそのものでもなくても大丈夫ですので、ちょっと身近な様々なカードのサンプルを手に入れて、まあ、仲間とか身近な人と試してみると、意外な自分や意外な相手の姿が見えるかもしれません。ぜひともやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。